今年のゴールデンウィークは自宅で過ごす時間が増えている人も多いかもしれませんね。そこで三つ葉の白爪草や芋かたばみなど身近な野草で簡単な花遊びをしてみませんか。最初は少し難しいかもしれませんが、慣れれば1分程度で作ることができます。ぜひチャレンジしてみてください。まずは白爪草の蝶々の作り方をご紹介します。芋かたばみでも同じように作れます。まずは茎の反対側にある葉を2つに裂き、格子を作り、茎を触角の長さで手前に折ります。次に折った茎を胴体の長さで手前から裏側に回します。裏側に回した茎を触角の右側からぐるりと巻きつけます。4つ目、裏返して茎の先端を胴体の茎の間に通します。さらに茎で8の字を書くように胴体の上の部分の茎の間を通します。最後、通した茎を下に向けて持ち手にし、折った触角を2つに切り分けたら出来上がりです。可愛い蝶々ができますね。続いて芋かたばみのモビールの作り方です。芋かたばみは茎の中に丈夫な筋があるので、この筋を作ってモビールを使います。茎の下の方を少し折ると筋が出てきます。筋を持って葉の方に向けて茎を裂くように引っ張ると筋だけが糸のように取れます。葉の付け根まで筋を引っ張り、残った茎をちぎって取ります。この筋に芋かたばみの花やタンポポなどを結びつけます。最後、筋を取った後の茎で輪を作って吊るせばモベイルの出来上がりです。野の花でもよく見ると可憐でとても美しいものがありますよね。お気に入りの花を見つけて名前を調べたり花遊びをすると、近場で楽しいゴールデンウィークが過ごせるかもしれません。